どうも、バンです。今日はですね、1号機を琵琶湖湖岸に持ってきました。今までね、しばらく4号機ばっかりね、フライトやってたんですけども、やっぱり1号機からちゃんとね、ローテーションを組んでね、フライトしていこうというふうに思いました。でないと、いろんなところがね、ガタ来るかもしれませんしね。それでは準備していきますと言いたいところなんですけども、1号機にはですね、今回、これ、ちょっとお見せいたします。またこれ、黄色い箱かよと。QMC5883L というね、これは地磁気センサーですね。地磁気センサーを搭載して、で、今どっちゃ向いているのかというのをですね、可視化、つまり見える化ですね、していくというようなね、ことをやっていこうというふうに思います。さあ、果たしてうまくいくかどうかといったところではありますけども、とりあえず準備していきます。はい、どうもです。そうしましたら、朝日に向かってテイクオフですね。バッテリーは 1100mAh 3セル、カメラはインスタ 360GO2 縦マウント、タイマーは一応3分にしておきます。プロペラは、これ多分10インチじゃないかな、ちょっとこんな形状のやつですね。今後ですね、ちょっとこれを9インチか8インチにしたいところではあるんですけど、おっと壊れたんではないかこれ。ちょっとなんとかします。はい、どうも。このギアがね、外れただけでしたね。今回特にこんな感じで、地磁気センサーを搭載してるんで、ちょっとグニってね、なってしまいましたけども、ここにも、輪ゴムをはわすことで、これで大丈夫なんじゃないかなというふうに思います。地磁気センサー、ちょっと動かしてみようか。スタート。さあ。あれ?動かないですね。パイロットランプがつかないですね。つかないですね。部屋では動いてたんですけどね。とりあえずもしかしたら LED の故障かもしれないんで、このまま飛ばしてみようと思います。今ね、ご近所さんがフライト中なんですけども、提案を受けまして、2機ぐらいだったら全然大丈夫なんで、フライトしましょうということなんで、年には念を追うと思って、着陸を待ってたんですけども、こういう場合ってね、もし万が一空中衝突としたら、両成敗という、暗黙の了解が業界ではあるみたいなんですけども、これについてはですね、もう自己責任、当たらずにちゃんと飛行させようということですね。それではテイクオフです。
はい、どうもです。久しぶりの1号機なんで、ちょっと勘が鈍ってましたけれども、まあ、安全に着陸することができたんではないかなというふうに思います。ちょうどね、トリム調節が必要ですね。前回、トリム調節が必要だということを言い残して終わっていたで、それをね、ちゃんとします。上空でね、トリムで調節しようと思ったんですけども、しきれませんでした。なので、サブトリムを打ちます。右旋回しがちなんで、5いじります。はい、どうもです。そうしましたらバッテリー2本目です。おそらく地磁気センサーは動いてないですけども、この状態で飛ぶのかどうかっていうのもちゃんと知りたいんで、このまま動かないですけども飛ばします。おそらく断線なんで、ショートとかはしてないことを確認済みです。あとはこの輪ゴムでこの機体のねギアを止めるようにしたらですね、結構収まりが良かったんで、ちょっとギアの取り付け方式を見直そうと思います。ちょっといい発想が思い浮かびました。もともとこの1号機はですね FT シンプルカブっていう、機体なんですけれども、アメリカの人が設計した、機体なんですけれども、土手っ腹にね穴を開けてギアを挿入するというやり方なんですけども、そうせずともですねゴムを使えばうまくできるような、やり方が思いついたんで、ちょっとそれをちょっと試してこようというふうに思います。次回ですね、それとともにこの、地磁気センサーとかをこのお腹の中にねなんとか格納できないかなということもね、改造していこうというふうに思いますけども、まだまだそれは先の話ですね。それではテイクオフです。
い、どうもです。1本目のバッテリーなんですけども、バッテリー残量 59% ぐらいまでしか減ってなかったんで、2本目のバッテリーもですね、3分のタイマーをかけていたんですけども、余裕を持ってね、規則を落として、で着陸のコースをね選びながら着陸できました。ただそれでもね、まだまだ慣れない着陸進入コースなんで、のドスンというようなね落ち方をしましたですね。まあでも芝生なんでね、滑走というわけにいかないですね。ドスンというふうな感じです。ただ1号機重いんで、でんぐり返りは、ね、しないみたいですね。はい、というわけで、おそらく地磁気センサーは動いてないですけれども、いろんな、ね、気づきがあって、で久しぶりに1号機が、ね、操縦できてよかったと思います。これから、ローテーションを組んで、明日は2号機とかいうふうに、ね、やっていこうというふうに思います。本日以上です。ではでは。